こんにちは、ケントです、お久しぶりです。すいません、ちょっとね、体調が悪くて、メンタルの方で体調がだいぶ実は悪くてですね、こんなこと言うのもなんなんですけど、全然どこにも出かけられないで、うだうだしてました。で今日は実はこの動画では初めてですね、釣りに行きます。でもね、9時なんですけど、一緒に今日釣りする方たちはもう5時とか6時ぐらいから現地行ってるんですけど、ちょっと今日もね、動けるかどうかちょっとだいぶ不安だったので、今日の今日まで参加表明はしないでいました。まあ、ちょっとあんま前置きがなくなってもあれなんですけど、今日の集まりはあれですね、ガジェット好きの方はご存知、YouTuber のドリキンさん、ドリキンさんという方のね、コミュニティで、バックスペースマガジンという、コミュニティ購読制のねグループがあるんですけど、ゼンジさんというね、半導体とかそちらにかなり詳しい方が、釣りが好きということで、一緒に釣り行きませんかという、まあ、いわゆるオフ会ですね。で、僕自身釣りはね、もうガンガン結構昔バス釣りをメインで、長野住んでる時なんかはね、車でもう15分で、釣りできる場所あったので、そこでしょっちゅうやってましたけども、東京帰ってきてからはかなり久々ですね。で、相模湖とかちょこちょこ行ってたけど、相模湖、川口湖、山中湖、今日は宮ヶ瀬の方に、行きます。まあ、いわゆる管理釣り場、釣り堀ではないんですけど、管理されていて、魚もね定期的に放流して、まあ、釣りやすくなってるということなので、トラウト、マスですね。トラウトなんですけど、もうトラウトは僕は餌釣りしかやったことないな。今回ちょっとルアーとかも久々に集めてみたので、まあ釣れるかどうか分かりませんけど、行ってきます。ということで、皆さんと合流して釣り、パパッといきなり始めましたけど、全く釣れません。釣れる気がしない。ドリキンさんです。釣れる気が全くしないっす。ベンさんボコボコ釣れてる。絶対金払ってますよ。大人の、そう。どうすか、これでさ、買った今。あ、本当ですか。活性低いっすね。活性低くないですか。あー、でも結構追ってきます、ね。あ、本当ですか。全然。今グリーン系。そうですね。あとドリコンさんも言ってたんですけど、はい、ペレット系がよく。あ、本当ですか。ますね、あとは毛玉系というか。はい。持ってきてないな。僕はだから今日多分一番の重い40センチくらいのやつが、あ、本当ですか。オレンジの毛玉で。あ、本当ですか。へえ。結構原色系が追ってきます。原色系が釣れてるってことなんで、ルアーを変えてみます。さっきまた人のルアーを2個ほど釣り上げました。いいな、儲けてるじゃないですか。もしなくした方いれば。俺5、6個なくしてるから。本当ですか。あとで見てください。スプーン、なんかすっげー全然取れないなと思って、あっち側まで渡ってパッてやったら2個スプーンついてて。2個。あ、残念、違いました。いや、しかしめっちゃいい天気です。小屋光で、いつもの遠野岳の反対側とかです。向こうで連れて帰ってきたんですよね。連れて、お、足元に来て取ろうと思ったら、針その瞬間に外れて、
バラしたんです。これから釣れた魚をいただきまーす。アライは40センチ、大きいのが40センチ一足ぐらいなんですよ。今日の釣果。唐揚げか。人数何人だ。洗い、うまそう。いただきます。いきます。あ、うまい。これあった、うまいです。まあ、小骨がね、しょうがないですよね。いただきます。うわ、米欲しい。米欲しい。唐揚げ、これはうまそう。これはうまそうです。すみません。あ、生姜焼き、はーい。うまそう。ここで養殖して放流してるみたいです。全然見えないけど、あ、でもあそこいっぱいいますね。あ、本当だ。放流車ってかっこいいですね。放流車。こっちは釣り堀もあるみたいです。お世話になりました。リバースポットハヤト。ということで、ちょっとね、なかなか楽しすぎて、動画もあんま回せてないんですけど、ちなみに映ってないですけど、ちゃんと一匹釣れました。それもね、最後みんなでお刺身とか唐揚げとか塩焼きにして美味しくいただきました。それでね、皆さん現地でお別れして、僕はこれから一回家に帰ってから、このまままた先日お正月一緒に滑った五十嵐さんとかと一緒にスキーに行きます。ちょっと無謀な2連休なんですけど楽しみます。ということで、ドリキンさん、善治さんはじめ、今日ご参加されてた皆様、仲間に入れてありがとうございました。なんか気がつかず全然ご挨拶できなかった方も、いらっしゃるんですけど、気分転換もできたし、やっぱアウトドアはいいっすね。ちょっと人見知りなんで行くか実は迷ったんですけど、行ってよかったです。ということで、じゃあまた次は多分スキーの動画になりますけど、お付き合いよろしくお願いします。じゃあね、また次の動画で会いましょう。ではまた、バイバイ。